先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、男性の方にもそういう原因があるんですか？あります。ずっと見てたんですけども、うん、男性不妊でですね、精子が少なくなっている方はですね、うん、男性ホルモンの値がですね、平均よりもですね、半分からね、3分の1になってるんですね。ホルモン的にですね、うん、でなんでそうなってるのかね、全く分かんないんですね。で今になって思うとですね、うん、そのホルモンの産生のシステムですね、うん、まあホルモンというのはね、何から作られるかっていうとですね、うん、男性ホルモン、女性ホルモンはコレステロールから作られるんですよ。副腎皮質のコルチゾールなんかにね、の原料になったりですね、その先に男性ホルモンがあって、さらにその先に女性ホルモンが作られるんですね。コレステロールからコルチゾールを通って男性ホルモンを通って女性ホルモンの方にね、うん、原料が流れていくんですけども、うん、そのストレスが多いとですね、うん、だってそれだけでもですね、副腎がコルチゾールをいっぱい作ってですね、男性ホルモン、女性ホルモンの方にですね、うん、まあ代謝物が原料がいかないってことになっちゃうね。であとカンジダ菌がね、腸の中にいるとですね、うん、腸の中で、カンジダ菌が暴れてですね、その炎症を止めるためにコルチゾールがやっぱしいっぱい出てくるんですよね。でそれで、まあ、コルチゾールがねいっぱい使われて、私たちは相当ね、男性ホルモン、女性ホルモンが少なくなってるってことが分かってます。男性ホルモンを測りますとね、だいたいですね、3分の1からね、女性でもですね、2分の1ぐらいになってる方が多いですね。だからそういう方を見るとですね、ほとんど不妊なんですね。そう、男性ホルモンが少ないから不妊ってことなんですか？そうです、ね、男性ホルモンが代謝されて女性ホルモンになるんでね、うん、だから女性ホルモンの元は男性ホル直前は、まあ、男性ホルモン、男性ホルモンの直前は副腎 のストレスを受け止めてくれるね、コルチゾールっていうホルモンなんですね。そうなんです。栄養不足とかも関係あるんですね。もちろんです。コレステロールはね、炭水化物から作られるんでね、で、まあ、ちゃんと食べてないとですね、コレステロールが少なくなってホルモン不足になっちゃうってことなんですね。しっかりと食べないとダメなんですよっていうのはそれなんですね。それプラスストレス。そうです、ストレスを減らす、減らすっていう、